完投勝利ということになるんですが、今日の内容を見てると、はい、そんなことだ、1年ぶりっていうのもね、放送席、はい、放送席、そしてファイターズファンの皆さん、今日のヒーローは今シーズン6勝目を挙げました有原航平投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。後半戦の初戦を任されました、どのような思いで臨みましたか？前半戦迷惑かけたんで、後半なんとか頑張ろうって気持ちで投げました。その思いもありまして、今シーズン初完投です。129の力投、自身8度目です。このあたりいかがですか？そうですね、やっぱりキャッチャーの石川がうまくリードしてくれて、バックがしっかり守ってくれた結果かなと思います。初回から大きな援護点もありました、心強かったんじゃないですか？そうですね、はい、いつも感謝してます。さあ、後半戦有原投手に軸となってほしいと栗山監督も大変期待されていました。期待に応えられるように頑張ります。有原投手の活躍もあり、チームは後半戦いいスタートが切れました。残りのシーズンも楽しみにしているファンの皆さんにメッセージお願いします。はい、今日は声援ありがとうございました。これからも頑張るので熱い声援よろしくお願いします。おめでとうございました。今日のヒーローは有原投手でした。まあ、前半は迷惑をかけたのでというね、本人のコメントもありましたけどもね、はい、まあ、しかしファイターとしましてはこの有原の好投もありまして、まあ、後半戦オールスター明け、まあ、最高のスタートを切れました。はい、スタートを切れましたね。まあ、とにかく今日はもう序盤から